ブレンディットラーニングメソドロジーブレンド型学習は、正規の教育プログラムの中で、少なくとも部分的には、オンライン配信によって提供された教材や指示を用いて、いつ、どこで、どのような順序やペースで学ぶかなどを、ある程度まで、生徒自身が決められる状況で、生徒が学んでいく学習形態である。学校の校舎への通学は維持されるが、 対面式の教室での学習に加え、コンピュータをメディアとする活動が組み合わされることになる。ブレンド型学習の支持者たちは、生徒の学習状況についてのデータ収集が可能である点と、指導や評価の過程をカスタム化できる点を、この手法の大きな利点であるとしている。ブレンド型学習モデルを導入している学校は、資源を 生徒の成果の拡大に資するよう振り向けることもできる。最近の研究においては、英語の用語として、ブレンデッド、ハイブリッド、テクノロジー、ミディテッドインストラクション、ウェブ、エンハンシドインストラクション、ミックスド、モードインストラクションなどが置き換え可能な道義で用いられている。しかし、近年のアメリカ合衆国における研究においては、ブレンデッドラーニングが より頻繁に用いられるようになっている。アメリカ合衆国カリフォルニア州産のゼニ拠点を置いていたロケットシップエデュケーションはブレンド型学習モデルを全工的に導入した学校を開校したチャータースクールのネットワークであった。以降、他のチャータースクール群でも各校におけるブレンド型学習のアプリケーションの更新が継続的に取り組まれている。ありがとうございます。